ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間です。皆さんこんばんは。ビール大好きビールお姉さん小川梨沙です。今日はですね、こんなビールを見つけちゃいました。じゃじゃじゃーん。これはカレー専用のビールなんだそうです。コブラ、イギリスのビールです。で、去年の冬くらいに日本でも輸入が開始になったんだそうです。これすごい人気なんですって、イギリスで。イギリスでカレーがよく食べられているらしくって、これ意外だったんですけど、カレーに合わせるんだったらエールタイプ、イギリスは基本的にエールタイプのビールで華やかな香りのビールなんですが、それだとちょっとカレーにあまり合わないっていうことで、カレーに合う専用のビールを作ったのがこれなんだそうです。イギリスってカレー粉っていうものを初めて作ったのがイギリスなんだそうです。インドじゃないんですね。いろんなスパイスをブレンドしてカレー粉を作った最初の国だそうです。さあ、ということで今日はカレーに合うビールなので、カレーを一から作っていきます。カレー粉ではなくスパイスを使って作っていきます。カレーに使う材料です。玉ねぎ、かぼちゃ、れんこん、鶏肉、トマトとトマトジュース。この鶏肉はあらかじめ味付けをしてあります。鶏もも 200g ぐらいかな、200から300ぐらいに、塩麹小さじ1、白だし小さじ1、料理酒大さじ1とスパイスを振ってます。これがカレーに使うスパイスです。これを適当に入れながら味を調節してます。玉ねぎをみじん切りします。みじん切りするときに割り箸を刃に加えると涙が出ないらしいです。本当かな、やってみよう。目痛いけど涙出なかった。代わりによだれがいっぱい出た。でもいつもより軽減されたかも。レンジでチンすればよかった。かた。ここにチキンを投入します。だしを入れましょう。貝柱だし。乾杯しましょう。恵比寿限定醸造プレミアムホワイト、これは小麦麦芽を使ったフルーティーなビールですね。では今日も一日お疲れ様でした。乾杯。
ペが出来上がりました。ではよそっていきましょう。カレーにのっける野菜が焼き上がりました。完成。焼き野菜をのっけました。じゃあじゃあいただきましょう。まずはビールね。ビールビール。カレー専用のビール、どんな味なんでしょうか。あれ、泡立ちはそんなに控えめな感じですね。黄金色の黄色です。では今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あ、香りは穏やかですね。うん、すごいすっきりしてる。じゃあカレーとの相性を確かめてみましょう。いただきます。うん、トマトの酸味が美味しい。うん、夢中で食べちゃう。うん、ちょうどいい。なんかお腹いっぱいになりすぎないようにビールの炭酸も抑えてあるってどっかに書いてあった。どっかのサイトに書いてありました。本当に味が濃すぎないというか、コク深さよりもすっきり感の方が強いので、爽快感があるので、こういう味の濃いしっかりとした料理、カレーによく合いますね。鶏肉美味しい。これは食事中結構何杯でもいけるような軽い感じのビールですね。ごちそうさまでした。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。それではですね、前回出していたクイズの答えいきましょう。前回はラッキーエビスについてのクイズを出していました。ラッキーエビスはどんなラベルのものでしょうかというクイズです。正解は2番のラベルにタイが2つ描かれているもの、これがラッキーエビスです。手に持っているタイと別に後ろに背負ってる魚かごの中にもタイが入っています。これがラッキーエビスです。これはね、すごい確率が低いんですよ。数百本に1本の割合だそうです。エビスビールの瓶だけですね。これが答えでした。みんな当たりました。さあ、それでは今回はトークテーマ募集します。こんな話聞きたいな、こんなエピソードないかなとか、なんかそんなトークテーマを募集します。コメントでお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。